あるアメリカ人氏が先日開催された国際フォーラムで医学界は北京からの経済的報復を恐れて中共政権による罪のない人々を殺害しての臓器強制摘出に対し沈黙を貫いていると発言しました。臓器狩りに反対しこれを防止する世界フォーラムが9月17日から始まり、初日は約2000人の視聴者がバーチャル会場に集まりました。 強制臓器摘出に反対する医師の会、ホッキーン県代表の医師、トルステン・トレイ氏はこの日の会場で、エポックタイムズが2006年に中共によるファールンゴン学習者からの強制臓器摘出を報じて以来、調査の結果、この件に疑いの余地がないことが証明されたと述べました。過去15年間、臓器狩りはずっと行われており、ファールンゴン学習者は今も主な被害者となっており、少なくともこれまでに、 数十万人以上が臓器狩りによって死亡したと発言しました。アメリカユタ大学の消化器系癌専門医のウェルドン・ギルクリーズ博士はこの会議で2019年に大学の医療システム責任者とこの種の残虐行為にどうやって対処するのかについて話し合いたいと思っていたと明かしました。その責任者は中国共産党がこうした残虐行為を行っているのは疑う余地がなく、しかもこのような行為は今も行われているが、 もし我々がこの件について何か発言したら、中共は全ての留学生をテキサス州に送るだろうと話しました。医師であるギルクリーズ氏は、経済的利益が損なわれるのを懸念して、真実を話すのを恐れていることについて、驚きを感じていると述べています。同氏は、個人レベルでは、人は間違いなく、反臓器狩りを支持するだろうが、この種の支援を組織レベルに引き上げようとしたら、 人は驚くほど口を閉ざすのだと明かしています。北京の元弁護士である大憲平氏は、ある医療従事者が中共の強制臓器摘出という残虐な行為を理解していて、ファールンゴン学習者に対する強制臓器摘出のことも理解していても、なおもこのような行為を見て見ぬふりをしていたとしたら、道徳的にはその行為に手を貸しているのと同じだと指摘しています。 君子財を愛すこれを取るに道ありモラルの最低ラインに背いてはなりません強盗や卑族殺人鬼や放火魔と取引して経済的利益を得てはならないのですこれは道徳や法律の面での最低ラインですファールン号への迫害を追跡調査する国際組織の代表大支援氏は生きている人間から心臓や肝臓などを摘出してその人を殺しており 時には麻酔すら打たず、しかも中国全土で20年以上も行われているこれは人類史上かつてない悪だ見て見ぬふりはその行為を助けているのと同じことだと指摘していますまず我々は世界中の人が直ちに中共の残虐行為を罰するための行動に出るべきだと考えていますこの件は人類の道徳の最低ラインを破滅に追いやるほど破壊するものであり ファールンゴン学習者だけに影響するものでも、中国人だけに影響するものでもなく、全人類に危害を与えるものであり、しかも壊滅的な被害なのです。王支援氏は、臓器狩りに対し、何もことを起こさず、見て見ぬふりをする人がいたら、その人は基本的な道徳や良識が欠如しており、人間とみなすことはできないと考えています。ギルグリーズ氏は、長年かけて分かったこととして、 私が出会った医療専門家は、しばしば強制臓器摘出に対する立場を明らかにしたがらないが、それは彼らが臓器摘出が今も行われているかどうかに疑問を持っているからではない。逆に彼らはその件から距離を置いて、政治に関与する感覚から逃れようとしているのだ、と述べています。また、ギルグリーズ氏は、これこそが人を沈黙させ続けるために、中教が使っている武器であり、声を出そうとする人がいたら、 政治に関与したとして非難すると指摘します。同氏はインターネット討論会で邪悪な政権にコントロールされている医療システムと提携することは危険だ。中共が臓器移植センターを作るのをサポートしている一部の人たちはアメリカやその他の西側諸国で研修を受けた経験があるとも指摘しています。ギルグリーズ氏は政治から距離を置くことは自分が不自由な立場に置かれないようにすることと同義ではなく、 逆に中国共産党が我々専門家を取り込むのなら、我々医師はすぐに反対すべきだと考えています。中共はここ数年で手に入れた金を使って、世界各地の医学界、マスコミ業界において浸透しています。特にアメリカの大学で非常に深く浸透しています。中共の外交官はしばしば学生会や大学の機関に飲食や旅行を提供しています。 彼らはそこに大きく投資しています。中共は学校機関の一部の人間をコントロールし、彼らの発言をコントロールして、彼らに中共の政策に対する批判をさせないようにしたいのです。中国の民主活動家、東康平氏は、中共はアメリカの医療業界や科学者らの間で、大学への浸透工作は数十年も続いており、今回のコロナ禍では、 医学界があからさまに中共の言いなりとなったが、このことは中共が経済的利益を利用して、医学界を人質に取ったことの証拠だと述べています。王詩炎氏は、世界が何も手を下さなかったことで、中共の臓器狩りは、今や中国の一般社会にまで広がっていると指摘しています。おはよう武漢では、ここ数年の間に、大学生数十人が行方不明になったり、失踪したりしています。 中国大大陸では毎年大勢の女性や子供が行方不明になっていますなぜでしょう、その一部の人は臓器狩りにあったかもしれないのです。来憲兵氏も、世界が経済的利益の損失を恐れて、中共の残虐行為に抵抗もせず、声も上げなかったら、世界中が金の亡者になり、道徳も低下して、最終的には全世界が中共の猛威にひれ伏すことになるだろう。 非常に危険だと指摘しています。NTD ジャパンがお伝えしました。